疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日の話は、自分らのね、昔の仲間で山ちゃんっていう人間がいてたんですよ。今日はそのね、山ちゃんの話。仲間を裏切ったヤクザ、山ちゃん。今日はその話を喋りたいと思います。山ちゃんはね、関東の、まあ、ある組織でね、ヤクザをスタートさせたんですよ。その時は兄貴分がいてたんですよ、ヤクザした時はね。でもその兄貴分が、山ちゃんがヤクザしだしてから数ヶ月でね、まああることがあって飛んじゃったんですよ。いなくなっちゃったんですよ。それで山ちゃんだけがその組織に残ってね、ヤクザを続けるんですよ。でもね、事務所からはいいように使われるわけなんですよ。あそこにこれを持って行けとか、あそこに行ってこれを取ってこいとか、まあ使いっぱしりみたいなことをさせられるんですよ。兄がいてないしね。それで部屋住みにもね、いいように使われるんですよ。そんな生活が2年ぐらい続いた時にね、山ちゃんは同じ組の人間とね、まあある事件を起こして刑務所に行くんですよ。山ちゃんは初めての刑務所なんですよ。鑑別所もね、少年院も行ったことがないんですよ、山ちゃんは。それで3年ぐらいの懲役なんですよ。自分らはね、その懲役を終えて社会復帰してから知り合ってるんですよ。だからその頃の山ちゃんは全く知らないんですよ。それで再犯刑務所に山ちゃんは送られるわけなんですよ。初めての刑務所でも、ヤクザだから、現役のヤクザだから、B 級刑務所、再犯刑務所に送られたんですよ。山ちゃんはね、初犯だから何もわからないわけなんですよ。刑務所の所作っていうのがわからないんですよ。それで、当時ね、侵入訓練。今は侵入交差っていうんですけど、当時はね、侵入訓練って言ったんですよ。そこでいろんなことを教えてもらうんですけどね、あまりピンとこないんですよ。それで侵入訓練の時に同じ部屋になった人、その人たちは何回も刑務所行ったり来たりしてる人なんですよ。その人らにも一応ね、山ちゃんはダイモンを持ってるから、現役のヤクザだから気を使ってもらえるんですよ。まあ刑務所って結構そういうとこなんですよ。ヤクザにはみんな気を使ってくれるんですよ。でも山ちゃんはね、現役のヤクザだからといって胸を張ってね、俺はヤクザやみたいなね、こともしないんですよ。みんなと同じようにするわけなんですよ。それで侵入訓練から一般工場に降りるんですよ。退役されるんですよ。そしたら今まで侵入で一緒だった人もみんなバラバラになるんですよ。たまに同じ工場に行く人もいてますけど、まあ基本的にバラバラになるんですよ。それで山ちゃんが廃棄された工場、その工場の部屋、もちろん部屋も変わるからね、その部屋にね、中野会の枝のね、若頭してる人がいたんですよ。まあその人はその刑務所の工場でもみんなから一目置かれてるような人なんですよ。それは中野会っていう大門がもちろんあるからなんですよ。刑務所の中もその大門の大きさでね、ここの組織は力があるとか、ここはないとか、そういうので結構変わる部分もあるんですよ。でもしっかりしてる人、小さい組織でもね、しっかりしてる人はやっぱり一目置かれるし、でも山ちゃんみたいなね、現役だから気を使ってもらってるだけで、周りではなんやねんあいつと、あんなやつどうしようもないやろと、まあこういうふうに陰口言われる人もいてるんですよ。山ちゃんもそのタイプなんですよ。でもその中野会の人、その人と部屋が一緒になってね、勤め方、刑務所で勤めるのはこうやぞと、こう勤めないとダメだぞっていうことをね、いろいろ教えていってもらうんですよ。ここにおる人間は犯罪者やと。犯罪者っていうのは大なり小なり不良とつながってると、まあヤクザとかね、そういう遊び人とつながってると。その人間なに、どこどこ組の誰々は刑務所でこんなんだった、あんなんだったと、面白おかしく言われるから、刑務所ではちゃんと勤めないと
ダメだぞと、しっかり名前を覚えてもらってしっかりした人間だと思ってもらわないとダメだぞと、まあこういう感じでね、いろんなことを教わっていくわけなんですよ。実際にその長野会の人はね、工場では一生懸命仕事をするらしいんですよ。作業をするんですよ。それで年いった受刑者には優しく優しく接してあげてるらしいんですよ。山ちゃんはね、そういう姿を見てかっこいいなと、あの人は渋いなと、あの人の背中を見て俺はヤクザを覚えようと、まあ、そういう風にねなっていくんですよ。その長野会の人にハマっていくんですね。教祖様のように思っていくわけなんですよ。それで山ちゃんがね、その工場に廃液されてから数ヶ月経った時にね、周りでその長野会の人のことをよく思ってないグループがあると、それに気づき出すんですよ。まあ見え出すんですよね、工場の動きが。だん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 その工場に慣れてきて、工場の動きっていうのがね見えてくるんですよ。そしたら長野会の人のことをよく思ってないグループがいてると、その人らも現役なんですよ。その現役のグループの中に元どこどこ組っていうね処分者も入ってるんですよ。そしたらその処分者らがいろんな人間に空気を入れるわけなんですよ。工場でごちゃ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 なるのはね、基本的に元ヤクザ処分者の人間が空気を入れるんですよ。みんなに面白くないんですよ。現役で胸張って勤めてる人間のことが面白くないんですよ。だから空気を入れて潰そう潰そうとしていくんですよ。面白おかしくね、工場が乱れるようなことをしていくんですよ。これは勝手なね、自分の偏見ですよ。自分の偏見になるんですけど、特にそれをねするのが元ヤマケン組の人が多いんですよ。元ヤマケン組のどこどこの柱補佐してたとか、まあそれなりのね三次団体で執行部入ってたような人ら、そういう人らがね結構空気入れるんですよ。自分の今までの刑務所の経験としてね、そうじゃない、そんなこと全くしない元ヤマケン組の人ももちろんたくさんいてますよ。でも刑務所ってどこ行ってもねヤマケン組の人が多いんですよ。元ヤマケン組とかね、現役のヤマケン組の人も多いし、どの工場行っても元ヤマケン組とかね絶対いてるんですよ。その人らがやっぱりちょっとね面白おかしくかき回すようなことをねする人が自分の勤めた刑務所では多かったんですよ。それである日ね、同じ工場のね現役の人、あと1ヶ月で満期出所やと、甘しゃり甘い何かが出たらしいんですよ。その甘いものっていうのはね、出所する1ヶ月前ぐらいになったらね、部屋の人間にあげるんですよ。みんなこれ食べてくれと、俺はあと1ヶ月したらシャバ出て食べれるからこれ食べてくれと、まあそういう風にして差し出すんですよ。これ食べてくださいみたいな感じでねやるんですよ。みんな、自分ももちろんそれをやってきたんですよ。まっちゃんももちろん何回も刑務所行ってるんですけど、もちろんやるんですよ。そんな当たり前のことなんですよ。役出してるから特にねそれはするんですよ。みんな3ヶ月前からする人もいてるんですよ。あと3ヶ月したらシャバだからこの甘いもん食べてくださいねとか、みんなで分けて食べてくださいとかね、これは当たり前のことなんですよ。でもその工場であと1ヶ月で社会復帰やと、その人はあげずにね自分で食べちゃったんですよ。そのことがね工場で噂になったわけなんですよ。あの〇〇さん、どこどこ組の〇〇さん、甘しゃり自分で食うたらしいぞと、普通同じ部屋の人間に渡すやろと、食べてもらうやろと、でもあの人自分で食べたらしいぞと、いやしいやつやなと、まあこういう風になっていくんですよ。それで中野会の人がこれは良くないなと、この噂は良くないなと、まあそう思い出したわけなんですよ。それで昼飯の後にね、その人のとこに中野会の人が寄っていって、ちょっと噂になってるよと、次甘いものが出た時は誰かにあげた方がいいんじゃないのと、優しさで言いに行ってるんですよ。でもね刑務所の中ってね、それを素直に受け取れないんですよ。
俺に下手おらしに来たんかいと。お前何カッコつけてんねんとかね。ちょっとね、社会では考えられないようなね、考えになるんですよ。発想になるんですよね。それでそこで、お前に関係ないやろと。この中野会の人が山返されるんですよ。お前にごちゃ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 言われたくないよと。まあこういうふうに山を返されるんですよ。でも、山を返してきた人、甘いものを食べた人ね。この人はあと1ヶ月もすれば社会復帰なんですよ。だからそのまま喧嘩になって、懲罰中であっても、そのまま社会に帰れるわけなんですよ。でも、この中野会の人は、あとまだ刑期が1年半ぐらい残ってるんですよ。そしたら懲罰行って、違う工場に移りたくないんですよね。もうその工場で勤めて終わりたいわけなんですよ。違う工場に移りたくないんですよ。だからね、山返されても何も言い返せなかったんですよ。その中野会の人はね。それで中野会の人がもうそのまま黙ってその場所を離れたんですよ。山返された場所からね。そしたら刑務所っていうとこは一瞬でそれが広まるんですよ。また中野会の〇〇さんが芋引いたと、山返されてるのに何も言い返せなかったと、まあそういう風に噂がパッと広まるんですよ。その話がもちろん山ちゃんの耳にも入るんですよ。山ちゃんと同じ部屋の長野会の〇〇さん、あの人どこどこ組の誰々さんに物言われたけど何も言い返せなくて下向いてたらしいよって言うてね、山ちゃんにそういうことを言ってくる人間もいてるわけなんですよ。それで山ちゃんはその長野会の人のことが大好きだからね、教祖様ぐらいの気持ちでその人を見てたから腹が立つわけなんですよ。その長野会の人に腹が立つんじゃなくて、山を返してきた人間、その人間に腹を立てるわけなんですよ。それでね、部屋に帰って長野会の人に自分が行きますよと、自分があの人間に明日飛びますよと、飛ぶっていうのはまあかかっていくっていうことですね。まあそういうふうに言うんですけど、長野会の人はもう相手にしなくていいよと、気持ちは嬉しいけどもういいよと、まあそういうふうに止めるんですけど、次の日ね、山ちゃんが飛ぶわけなんですよ。その人間にかかっていくんですよ。そしたら相手の人も現役のヤクザだからね、取り巻きがいてるわけなんですよ。その取り巻きが加勢してきたんですよ。それで山ちゃんがバッて羽交い締めにされるんですよ。でもすぐ警備隊が来るからね、非常ベルされて警備隊がすぐ来るから、ものの 1,2 分の世界なんですよ。 1,2 分でどんだけやれるかなんですよ。でもその中野会の人はね、行ったわけなんですよ。山ちゃんがバーってもみ合いになってる時にね、それでその中野会の人に山を返してきた人間、その人間をバチーンって一発だけですけどバチーンって綺麗に入ったらしいんですよ。それで警備隊がバーン来て引き離されて、そのまま連れていかれるんですけど、みんなね。それで山ちゃんとその中野会の人は別の工場になるんですよ、懲罰明けてね。それからね、数年経ってお互いね、社会復帰するんですよ。シャバに帰るんですよ。そしたら山ちゃんとこの事務所にね、その中野会の人から連絡が入るんですよ。今度一回一緒に食事でもしようかと。そっからね、この山ちゃんの地獄の始まりなんですよ。この中野会の人ね、山ちゃんが思ってたような人間じゃないんですよ。悪い人間なんですよ。それでいろんな事件にね、この山ちゃん巻き込まれていくんですよ。その事件にね、いろいろ巻き込まれていく中で自分たちと出会うんですよ。それで仲良くなって仲間になるんですよ。でもね、この山ちゃん最後にね、はい、申し訳ありません、この話の続きはまだ明日喋りたいと思います、この中野会の人むちゃむちゃ悪い人です、ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。